はソニーミュージックと、よかったらご覧のスポンサーの提供でお送りします。演技力チェック、続いては平手友梨奈の告白。なんかね、いいですね。ごめんね、急に変な時呼び出しちゃって。あのさ、なかなか言えなかったんだけど、私、あなたのことが好きです。付き合ってください。はい、お願いします。じゃあ一緒に帰ろう。あら、積極的に。続いて渡辺梨紗の告白。あのごめんね、急に呼び出して。ずっと前から好きでした。私でよかったら付き合ってください。はい、お願いします。一緒に帰ろう。全然幸せそうじゃない。続いて羽生瑞穂の告白。今まで細かい芝居が入ってますね。なかなか言えなかったんだけど、ずっと好きだったんだ。もし私でよかったら付き合ってほしい。あら、うまいじゃん。緊張してる感じを。はい、お願いします。ありがとう。一緒に帰ろう。小池美奈美の告白。なかなか来ないな。お待たせ。ごめんね、急に呼び出しちゃって。あのさ、今まで言えへんかってんけど。関西弁でね、その方がいいね。私あなたのことが好きやねん。私でよかったら付き合ってください。お願いします。はい、お願いします。じゃあ一緒に帰ろう。いいね、もじもじ感ね。最後は渡辺梨香の告白。ごめんね、急にこんなとこ呼び出して。あのね、今まで言えなかったんだけど、ずっとあなたのことが好きでした。一緒にいてほしいです。ずっと一緒にいてほしいです。もし私でよかったら付き合ってもらえませんか。ちょっと上手じゃない。はい、お願いします。ありがとう。一緒に帰ろう。澤部先生、いやこれはね、いい
事ですね。そう、そこですね。そうなんです。そうなった時に理科とか良かったし、一番この喜ぶという面では、うん、理科のあの表情、ちょっと手がちょっとちょっとこうね。ありがとう。一緒に帰ろう。緊張感ほどけてよかったの感じね。そうですね。そうそう。あれはいいですよ。あとハブ名人もさ、ハブ名人ね、なんかウキウキ感出てたもんね。熱くなりますね。なんか自分の見ると恥ずかしくて。最初だってもう、わねね、もうあの時点で付き合おうって思うもんね。男子からしたらね。あとちょっとね、いやあのアドリブでしょう。あれ袖の衝撃ね。そうですよ。あそこの逆転満塁ホームラン的な演出。じゃあ一緒に帰ろう。小池の袖つかみ、ね、すごいよね。あれあれはもう自分で考えてやられたという少女漫画の読みすぎかもしれません。でもさ、あれ腕をガッといかず、例えば腕を組むわけでもなく、手を握るわけでもなく、ちょっとつまむのね。あれがいいよね。一番男子あれ好きですもんね。あれね。ね。で続いてのシーンに参りましょうか。続いてはですね、テーマはすれ違い。